聞かせてもらえますか。まず、はい、コンルーさんは、はい、わけの清丸が、うん、奈良時代の道教というみたいな僧を作らないようにっていうので、うんうんうん、言うたらお坊さん大学みたいな感じで、わけの清丸がお金さえ、うん、高尾三寺を作ったんです。うんうんうん、まあ、わけの清丸は高尾三寺を作る前に、うんうん、大阪河内に神願寺っていうお寺も作ってるんです。それも同じようにお坊さんの大学、うん、みたいな感じでこう、二個学校を作って、で、そこに、遣唐使から帰ってきた弘法大師が、14年間、高尾山寺に入って、で、復習して、修行されたんですけど、その当時習った密教というのを勉強中に、教えてほしいって兄貴さんが比叡山最長も来て、ここで空海と最長をお会いしました。で、二人でその密教を仏教にしたんですけど、真言宗と天台宗考えが違えたみたいで、喧嘩したかは知らんけど別れて、それっきり会っていないっていう。まあ、へえ、そんな話があるんですね。で、別れた後、空海は、今いる高尾山寺と、河内にある神願寺を、どっちも、わけの清丸が作ったお寺、合併吸収して神功寺を作った、だから弘法大師空海は神功寺の初代住職、さすがやね。終わり。OK、ありがとうございます。一回切ります。はい、高尾観光ホテル案内所の、もう高尾観光ホテルで。ホテルの、ひとみさんですね。長男です。長男のひとみさんですね。はい。ありがとうございました。